5分でわかる近代世界史勉強法。どうも、まなみずの矢沢です。この動画では近代の世界史で8割取るための勉強法を皆さんにお伝えしていきます。動画の構成は3章構成になっていて、1章で近畿大学世界史の基本情報、2章で3つの特徴、3章でおすすめの参考書ルートをお話ししていきます。では早速近畿大学の世界史の基本情報を見ていきたいと思います。形式としてはですね、全問マーク形式で時間が60分、大問数が2題あって、目標点数が100点中80点、まあ、どこの学部でもここを目指してほしいなと思います。大問ごとの詳細なんですけど、大問は2題しかなくてですね、大問1が主に欧米地域からの出題で、大問2が主にアジア地域からの出題となっております。それではここから3つの特徴についてお話していきましょう。もう特徴の1つ目がですね、全範囲からまんべんなく出るということです。一般的な傾向としてはですね、欧米地域とアジア地域から出ることが多いです。欧米地域はですね、西洋を中心としてアメリカとかロシアの問題も出題されます。アジア地域に関してはですね、中国からの出題が中心になってきます。ただアフリカとかも出てくるんで注意してください。内容としてはですね、政治史が中心にはなってくるんですけど、経済史とか文化史も出てくるんで、やっぱりまんべんなく取材されてるなという印象です。特徴の2つ目が、正誤問題であったり年代の配列が出るということです。まあ、ここから分かるのが、一問一答とかでとりあえず5句を丸暗記していったところで、近代の世界史は点数が取れないということですね。やっぱりその時代の流れとかをしっかりと理解した上で暗記していかないといけません。ただそんなマニアックな問題が出るというわけではないので、教科書レベルをきちんと覚えていきましょう。特徴の3つ目がですね、固有名詞が問われるということですね。地名であったり国の名前、河川であったり山脈の名前が聞かれるということです。まあ、ここはですね、ほとんどの大学で問われたりしないので、近代独自の特徴と言えるところじゃないでしょうか。ここでちょっとポイントになってくるのが、地名とかは本当に教科書に載ってるようなレベルなんですけど、問題の問われ方的に地図が頭の中にイメージできてないと解けないような問題があるんですよね。なので教科書で地名とか国名とか、その山脈名とかいろんな出てきた時に、必ず地図でどこにあるんだっけっていうのを確認しながら進めていってほしいなと思います。それではこの特徴を捉えた上でですね、おすすめの参考書ルートについてお話していきます。じゃあまずね、全体見ていきましょう。インプット、アウトプット、過去問というふうに分かれてるんですが、インプットの方は山川出版の世界史の教科書を使ってください。あとはですね、時代と流れで覚える世界史 B 用語集、補助教材としてですね、一度読んだら忘れない世界史の教科書という形です。アウトプットに関しては、世界史の基礎問題成功、1から鍛える世界史の必修編と、全レベル問題集の世界史3です。あとは過去問を使って点数を調整していくという形ですね。ではここからインプット入っていきたいと思います。まずですね、教科書を使って時代と流れを理解していきます。ただね、教科書そのまま読めないよという人は、補助教材で紹介している一度読んだら絶対忘れない世界史を使って、教科書では分かりにくいところを補いながら教科書を理解していくという形です。で、知識の定着を図るために、時代と流れで覚えるの方を使っていきます。最終的に完璧にするのはこの時代と流れです。ただ時代と流れを使って単語とか用語を覚えていくだけでは、近代の世界史は対応できないので、教科書を使って時代と流れをしっかりと理解した後に、時代と流れで覚えるの参考書を使って用語を整理して覚えていくという流れでね、勉強してください。では続いてね、アウトプットです。演習なんですけど、まず使ってほしいのは基礎問題成功、その次に1から鍛える、その次に全レベル問題集の3という風に続きます。でこの社会系のアウトプットで非常に大事なのが、情報の一元化なんですね。情報の一元化って何かというと、問題集で問題をやって解説を見た時に、いやこの解説自分でやってたインプット系の参考書に入ってなかったぞっていうことがよくあります。なんでそういう問題に出くわした場合は、その解説であったりをコピーするなり、自分でまとめて自分のインプット系の参考書、今回で言ったら時代と流れですね、時代と流れなどに一元化して、時代と流れを完璧に示唆すれば近代の問題解けるっていう状態にしてほしいんですね。なのでこの3冊の参考書をやりながら、インプットの参考書に全て書かれてなかったよっていうものに関しては一元化していって進めていってください。では最後にまとめていきましょう。山川出版の世界史の教科書で時代と流れを理解して、その理解した部分を時代と流れで覚える世界史 B 用語で覚えていくという形ですね。教科書が分かりにくくて読めないよという場合は、一度読んだら忘れない世界史の教科書を使ってください。アウトプットの方では基礎問題成功、1から鍛える全レベルの3を使っていくんですけど、解説を読んでインプットで入ってなかったよっていうものは、インプットの参考書、つまり時代と流れに一元化していくという流れです。最後に過去問をやって点数を調整していってください。それでは近畿大学の世界史で8割取るための勉強法をここまでにしたいと思います。ありがとうございました。